太極のマークってご存知ですよね。陰と陽をうまく太極拳の動きを通してやってる。ゆっくり動くってみんなやらないですよ。些細なところに気を向けながら。スピード社会なので合理的だし結果が早くとか手軽、逆行してると思います。ゆっくりじゃなきゃ気がつかない。はい、こちらコマーシャルです。今日はですね、また来てしまいました。ここ、神奈川県は相模原市ですね。はい、大好きな、義兄弟のちぎりを交わした、山田寛子さんです。地雷文子です、はい、同じく地雷文雄です。はい、ありがとうございます。太極拳の師範ですね。はい、はい、かなり大物でかなりお強いというふうに聞いてますけども、あーちょーみたいな。任せてください。そんなんじゃありません。なんじゃありません、はい、今日はですね、朝、太極拳の授業を受けさせていただきました。はい、ありがとうございました。2時間近くね、びったしやっていただきました。はい、で、かなり上級クラスでしたね、あれね。で、もう完全にマスターしまして、もう太極拳をものの2時間で僕は身につけました。返事はできない。はい、でもやっぱりさすが緩み方とかそういうのはもう上手でいらっしゃるので、もう馴染んで皆様と一緒に流れがね、動いてらっしゃいましたよね。さすがだなと思いました。でもすごい良かったです。なんかね、うん、最終的に2時間のうち、最後の方にちょびっとだけね太極拳の動きをするところがあるという感じじゃないですか。そこに至るまでのこう体をほぐしてとかっていうプロセスが、うん、あ、なるほどなと思って。へえー、すごくいい時間でした。ああ、そうですか、はい、コミュニケーションも図れるし、うん、ね、そうだよね、うん、気の流れもよくして、最後本当に私 の教室は実技が少ないんですね、うん、だけど、まあ、そのお話をしたりとか体ほぐしとかそういうことが、まあ、急がば回れって感じかな。それをすることで、もう短い時間だけれども充実した実技の時間が過ごせるっていう感じですね。そもそも太極拳っていうのは何を目指してるんですか？見えないものと、それはまあ気とか心、あと見えてるもの、それは体、その見えないものと見えてるものの融合、うん、うまく融合。だからまあ太極のマークってご存知ですよね。白と、そう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 、あれも陰と陽をうまくブレンドしてバランスよ良いもの、一つのものを作り上げるわけだけど、私たちの体のこのここの身でいけば、見えてないものは気で、見えてるものが血液、見えてないものが心、見えてるものが体っていう風にして、そのどちらも相反するようだけれども、それがちゃんと融合するようにっていうのを太極拳の動きを通してやってるって感じ。まあそこの部分が見えてるもの見えてないものも一致していくことによって、うん、バランスの取れた、心身がこう、まあ、心身ともに健康になっていくみたいな。そうです、そうです、そうそう。なるほど。それこそね、今地震とかね、いろんな事故とかね、そんなものがこう世の中にぎわしているので、心がねぶれてる方が多いと思うので、今回良かったなと思うのは太極拳のねゆっくりな動き、うん、こうゆっくり動くってみんなやらないですよね。なんかそういうこう些細なところに気を向けながらこう神経を研ぎ澄ましてね動くっていうことって日常やらないから、これすごくいいなと思って。ありがとうございます。やっぱりもうスピード社会なので、どん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 合理的だし早いし結果が早くとか手軽お気軽な感じの、こういう世の中の時に逆行してると思います。おっしゃる通り。でもその逆行にわざわざ自分の身を置くことによって、ゆっくりじゃなきゃ気がつかないことって結構あるんですよね、うんうんうん、自分の呼吸の質やら体の筋肉のことやら、ゆっくりならばその繊細な声が聞こえてくるんです。だそういうところから自分を知るとか、自分って何者かっていうことをに向き合うようないい時間だったりもしますね。もうそれこそね、現代人には足りてない部分です ね、 もうちょっとした空き時間にはスマホ見て、インスタ見て、ね、なんか LINE 見てみたいな、もうこの時間の使い方ってもうどんどん僕らの頭の中ってもうパンパンになっていっちゃったんで、それを一旦置いといて、うん、ちょっと緩やかね、この内側のこう動きだとかね、その気の流れにこう目を向けるということですね。そうそうそう、そうです、そうです。だからきっとますますこれからこういう時間っていうのが大切な時間、まあ、丁寧に
味わいたいなっていう時間になってくるんじゃないかなと思います。それこそ今ね着てらっしゃるこの僕らが着てるやつですけども、うん、このうさとも、うん、結構これ気の流れも良くなりそうなものですよね。今日ご覧になってて分かったでしょ、生徒さんたち結構着てましたね。ねうさと率が高かったと思うんですけど、納得できますあれは。ねえー、やっぱりこううさとに出会っていや着てみたらすごいこのまとうことによって、うん、相乗効果が生まれるので、うんまあ、そうすると着たくなっちゃう生徒さんたちも、うんうん、別に無理して押し売りするわけではないのにもう自然とうさとを手に取るように、あとまあうちユニフォームがうさとで、うん、なのですごい、そう奇跡的に作っていただいたので、だからまあそれを着てればなんかもう太極拳モードになるというかね、そんな感じで、うん、気持ちよくさせていただいてます。今日も皆さん素敵でした。なんかこう、うん、みんながねそのすごくこう空気が場が整うっていうんですかね、パシッとなんかこう流れができてるというか、うん、その空間がすごく心地が良くて、うん、ありがとうございます、はい、やっぱりさすが小橋春さんです。そういう場のことをもう1回目で初回で感じるなんてもうやっぱりただものじゃないですね。でしょ違うか。いやでもあの動きでね、なんかある種の払いにもなるなと思うんですよね。そのいろんな余計なものを払って、思念も払っていくみたいなね。おお、うん。払ったところにちゃんとこう、本来の自分が見えてくる。おお。ってことかなと、今日解釈しまして。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。いい時間でございました。ありがとうございます。それこそね、この、うさともそうですけども、うん、気の流れを意識した生き方ってすごく大事ですね。大事。はい。ということで、ちょっと宣伝っぽいっちゃ宣伝っぽいんですけども、うん、今度3月16、17に、うさとの副店、うちでやりますので、うん、はい、またよかったら皆さん来てください。来てください。はい。うさとの副店、うちはですね、いろんな人が、その価値観の分かる人たちが、こう、関わっていけたらいいなと思って、それもね、自分軸を整えるということにすごく役に立つと思うし、うん、服だけじゃなくて、人とのつながりとかね、そういったものを大事にできるようなうさとになったらいいなと思って。素晴らしいです。はい、16日は泊まりますんで。あ16時泊まります。本当ですか？泊まって先生来ませんか？行っちゃっていいですか？もちろん。じゃあお邪魔します。わーい。じゃあちょっと、ね、いや本当になんかすごいね、コバちゃん&山田ひろ子でなんかこの2人でやっていいもんなんですかね。いや私静かに部屋の隅で猫になってますから、でも皆さんいらしたらもうニコってこう笑顔で、うわー嬉しい、なんか本当によろしいでしょうか、ライブ放送とかまでやりましょう。わーい、よろしくお願いします。ね、この騒がしいお姉さんが来ることになりましたけども、はい、3月16、17、里の副店やりますので、よかったら岐阜までですね、お越しください。もし、電車で来る方はですね、あらかじめうちに電話いただければですね、その、段取りつけますので、向かいの、送迎の段取りですね、つけますので、よかったら電話ください。わ、楽しい。はい、詳しくは、EM ライブ空の、ページの中に、ワークショップの中に情報ありますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす。じゃあその時にはちょっとね、ワンポイントこうタイプっていう、そんな時間ももし作っていただけたら。わー、すごーい、はい、ありがとうございまーす、はい。ぜひぜひ。先生、お酒は飲む人？どんな風に見えますか？飲む方。はい。ということで、夜はワイワイやりましょう。ワイワイ、はい、バンザーイ、まあ、その楽しいのも大事ですね。そうなの、ほんと気が巡ってね、うん、もうポカポカしてきますからね。ほんと今すでにポカポカしてるもん。それはもう、ここにいる皆さんが波動が高いからです。さよなら、泣いてた小さな私、嘘つきな人たちに、いいねとコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録のこのベルマークも押してね。EM ライフでは主に環境に優しい商品を取り扱っています。ウェブサイトからの注文も可能です。よろしくお願いします。バイバーイ。